ベースできる人います。
ベース考えてみたら、ベースできる人、ベースできる人、ベース簡単ですよ、簡単です、ボーンボーンってやつ、キーボードできる人、キーボードできる人、ベースできる人、ベースやれば、ボーンボーンってやつ、ハーロクビ飾り、どなたが歌ってくださるんでしょうか、本人じゃないの、ハーロクビ飾り、リクエストしていただいた方、ボーカル、歌っていただけませんでしょうか。じゃあ一緒に収穫やってみます。じゃあ、高橋さんが歌いまして、じゃあ、一緒に歌いませんか。一緒に。高橋さん。高橋さんだから一緒に歌いましょう。ちゃんと歌詞もありますから大事だと思います。一緒にこちらで いかがでしょうか。はい、お願いいたします。あ、ここにありますので。あ、あるんですか。はい、ありますのでどうぞ。ありがとうございます。ここにあります。失礼します。下手くそでね。たくのべて ひらきくの肌の首かがり優しく Thank you.
な。これ、字が見えない。見えなかったですか。ちっちゃいんですよね、これね。でも、すごい良かったです。さすが、タンタンですね。ありがとうございました。では、まだ、ドラムはそのままで。そのままで、ずっとそのままで。なんか、休憩なし。やります？やってください。ギターも弾いていただいていいですけど、ギターでもドラムでやってください。ギターでもキーボードでも、ね、楽用楽用さっき歌ってらしてたの、楽用楽用ブルースなんじゃないのね。ギター弾ける人がいればやってください。そう、何か今日いないんだよな、楽用できる人。そうなんだよ、大滝さんができるからね。残念ですね。では何か。Oh,
ったですね。よかったですね、スタジオの二人。なんか、ノブでもいいですよ。ノブでいいですよ。そうだ。だから、二人で、いかがですか？ノブでも、いいですか？旅人。旅人。早く言うぞ。Thank you.
ボーズちゃんの曲。アコースティックギター。アコースティックギターね。いかがでしょうか。お二人で。なんで言ったのよ、僕は。あ、我が人もね。あ、ドラムもね。あ、いいじゃん、いいですか。馬場さん、おいでよ。なんで？はい。馬場さん。行きますよ。行かれますよ。カボは、カボ、カボ。あ、ピックス、渡します。お金します。はい。無理だな、ギター。
んが弾き語り？え？何をやるのかしら？何をやるんでしょうか？何をやるんでしょうか？なんか一部拍手を持ってそうです。皆さん聞いてあげてください。え、俺一人でやるの？そう。緊張するでしょ。何か手伝ってくださる方はいらっしゃいますでしょうか？見るだろうか、いちご。
だけなメモリー、どこかでもう一度二人だけのメモリー、どこかでもう一度。Oh my God.
待ってます。埼玉県へ帰りました。
Thank you.
above a cliff. When I saw my study buddy, humbly bodied up, shied on me. But you see, who could break thy mind? Every tear part of me, journey on for a soldier. Shoot, 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 I, shoot, I, shoot, 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 when I saw my side body, come be body up. Shine on me. I saw my flag, I saw my way, killed by my rubber soldier. So I turned back in my grief, joining from for a soldier. Oh my baby, oh my God. Bye.
すいません、僕
本当にあの吉田拓郎大好きで、はい、そこにいる馬場さんっているんですけど、もう拓郎大好きで、この歌がね、やってもいい。とんでもないですもん。指が触れたらポツンとしてしまった、椿の花みたいに恐ろしかったしたんだね。君はいつものように電話に僕を呼び出し、僕を笑わせたとで、その叫びお料理を習うのもまんざらしてたもんじゃないよ。どちらから電話を切ったから、君はもっと他のことも言おうとしてたんだろう。終わってから初めて気づく、運命みたいに君はこれから僕に気軽に電話をしなくなり、僕の大切さを作ってくれる君はいなくなったのだ。お料理をなるのをまんざらしてたもんがないよ。突然とても助けがあったのは、取り残されたのは僕だったということなんだ。ちょっと酔っ払っちゃって間違えてきた。これは難しいっすよ。リンゴ。リンゴ。ママさん、リンゴ。どうぞ。君が先に生きる、僕の方が少し大きくしてやる。こんなことはなかった、少し前まではコーヒーカップはいったって二つ運ばれてきて、向こうとこちらにウェイトレスはさりげなくカップを開けて、このビールは昨日二人で買ったもの、僕の方がお金を出して君を引き出して、こんなことはなかった、少し前まではそしてこれで喫茶店のマネの壊れた椅子、向こうの場所にウェイトレスは二人でなったらしいよ。素晴らしいですよね。拓郎世代だと、拓郎世代ですか？57。やっぱりちょっと下の。そんな変わらない。そんな変わらない。みんなしかよ、いつかよ、四捨五入。四捨五入って、そうなんだけど、まだ50代ですよね。60代と。ビートルズの前ですね。はぁ。拓郎世代。私も58なんだけど、タクロ知らないでしょ。タクロ知ってるよ。知ってるけど、知ってるけど、知ってますけど、石田タクロ知ってますけど、歌は知らないというか。そうなの？そうなの？タクロはね、どちらかといえば男の人気が欲しいですよね。どちらかといえば男の人気が欲しいですよね。いや、同じ人気があったから男の人気が欲しい。いや、でもあまり知らないですよね。最初は全然知らないです。
そうですか。知らない。拓郎知ってますよ。知ってるけど歌は。知らない。あれ元気ですね。名曲ですよね。全然知らない。もっと下だから全然知らない。いや全然じゃなくて。私知らないの。みんないい加減にしろ。なんかその一番ここで一番年上なのはママ。みんな変わんないよね。はい。でもまだ50代ですから。みんな50代だから。申し訳ございません。それでは皆さん歌って歌い尽くしたでしょうか。なんか先生がなんかタバコ吸ってる。まあ来月ということ。今日はなんかちょっと盛り過ぎたみたいで考えてなかったみたいなので、じゃあ来月10月の第4土曜日にぜひ歌ってもらいましょうね。もしかしたらドラムは叩きながら歌えるかな、歌えるかな。ワイルドワンズの曲で入って宣言しましたので、では第4、10月の第4土曜日はぜひ。じゃあ愛するアニタドラム揃いです。ありがとうございます。精神感リサイクル。はい。では皆さんまた第4土曜日お待ちしております。今日はこれで第4土曜日デートしますから。お待ちしております。